ポケモンカーの一種、ピカチューカーポケモンカーは、ポケットモンスターに登場するポケモンたちをモチーフに、作成された実在する改造者の総称である。トミカなどで発売された模型を含めると、架空のものもあるが、2015年現在ではピカチューをモチーフにした、ピカチューカーなど8車種が実在する。実在する8車種すべてを、トヨタ自動車及びその子会社が制作、発表している。 車体はベース車をポケモンの特徴に類似させるべく FRP 製のバンパーや別パーツが装着されている。第1号は2005年に名古屋トヨペットが発表したピカチューカーである。個人所有者ではないので一般道を走行している光景を目にする機会はほとんどない。主に展示車として扱われ各種イベントなどに登場する。もちろん全車とも行動走行許可は得ており、 普通に走行することに、支障はなく、運転方法も一般車と同じである。きちんと、ナンバープレートも取得している。それぞれ一台ずつのみのワンオフで制作されており、大量生産はされていない。無論、一般人への発売もされていない。ピカチューカーは、愛、地球博、デラファンタジア内のポケパークに登場した。また、ニュアンスは違うが以前テレビ。 東京系列で放送されていた週刊ポケモン放送局においてかは、チャンラが走り回した週刊ポケモン放送局ラッピング仕様のオープンカーも存在していた。現在も存在しているかは定かではないが、実在していたことは確かなのでこれがポケモンカーの第一弾とも言える。以下の車種はフォッコカーを除きすべてトミカでも経過され発売されていた。詳しくは、 トミカの節を参照。ナエトルカー、ヒコザルカー、ポッチャマカーの3台は、テレビ東京系のバラエティ番組、ポケモンサンデーで企画されたものである。2007年4月22日放送分で、T.I.M. によって、企画、発案から完成の模様が放送され、同年11月25日放送分では、ロバートの3人が、お台場を運転し、番組を宣伝した。その際に、 車体左側に番組ロゴが大きくラッピングされた。同日、ラッピングバージョンのトミカが数量、販売場所限定で発売された。前日の通り、ポケモンカーとして実写化されたもののうち、フォッコカーを除くすべてがトミカにより模型化され発売されている。その他架空の車種も販売され、トミカのレギュラーシリーズにもラインナップされている。ポケモンカーの専用シリーズ。 外箱も通常の赤と白ではなく黄色と白を基調としている。番号は P。タイヤもより実写に近づけるためモンスターボールのホイールになっている。1990年代にポケモンジェットセットが何種類か販売された。また2003年には劇場版ポケットモンスターアドバンスジェネレーション7夜の願い星ジラーチ公開に関連して 映画内に登場する車をトミカにしたムービーセットが販売された。車、第3部売れない理由、カローラ40歳のまどい、日本経済新聞2006年4月8日付け長官、救面。山手線のみならず、2004年は中央、総武線、2011年は JR 東日本管内を走る新幹線車両へのラッピングが行われたこともあった。ありがとうございます。